ちょっと前にね、前ご紹介したんだけど、このテレキャスターにね、ステップバーっていうこのトレモロをねつけたんですよ。うん。それでまあ、細かい調整がね全部終わったらまたご紹介しますっていうお話をね、前回したんですけど、やっとね、ネックの角度とかね、いろんなのがね、落ち着いたもんですから、まあそろそろご説明しようかなってことで。調子いいんですよ。使いやすくて、アームね、ビグスビーよりは軽くてね。かけやすくてね、軽くてね、アームを持ちながら弾くのもね、結構いい感じでできるんですけど、あのね、これね、個体差があるのかもしれないけどね、僕の、このね、作ったテレキャスターね、ボディがね、ホワイトアッシュなんですよ。で、ボディ結構軽くて、ま、トレモロつける前はね、2.95 とか6とかね、結構軽い、テレキャスっていうかね、ストラトにしても、テレキャスにしても、ね、そのグループの中でも、まあ、3キロ切るとね、めちゃくちゃ軽いっていう方になると思うんですけど、で、このステップバートレモロにね、付け替えてね、3.3 ちょっとぐらい。うん。まあ、結構、トレモロつけた割にはね、軽く、それでもかなり軽いんですけどね。うん。でね、ボディがね、もともと結構普通のブリッジつけてた時もかなり鳴るんですよ。ボディ鳴りがね、めちゃくちゃ良かったんですよ。で、まあ、こういうトレモロね、式にすると、まあ、テンションが変わるからね、やっぱり弦のね。だから、まあ、そんなにはボディ鳴りシンクなるかなと思ったんですけど、やっぱりね、もともとの個体の癖みたいなのがあってね、やっぱこの、トレモロつけてもね、結構やっぱ響くんですよ。うん。それと、前にね、ビグスビーつけて穴をね、埋めてあって、多少ね、僕のギターは表面がね、ボコボコしててね、まっすぐ、こう、な感じじゃないんですよ、こうトップがね、今まで。うん。そこへね、このステップバートレモロっていうこの、板のプレートの部分ね、を、ぴったりつけても、多少浮くんでね、ほんとコンマ何ミリぐらいね、お尻が持ち上がった感じで、うん、弦張るとね。まあ、その影響があるのかもしれないけどね、強く弾くとね、1、2弦がね、ビビるんですよ。うん、まあ今はね、ちょっと調整したからね、ちょっと、まあそんなにビビらないんだけど、もう12フレットよりね、奥に行くとね、今日はいいな。ビビるんですよ。で、最初ね、トレモロ自体がビビってると思わなかったから、ブリッジをね、結構いじってたんですよ。この、チューンオーマチックみたいなやつね。弦のね、溝の部分ね、V 字になった。そこのコマがいかんのかな。まだ弦に馴染んでないかなと思ってね、ちょっと軽めの、ヤスリをかけたりね、いろいろやったんだけど、ビビりが止まらないんですよ。おかしいなと思って。で、よく調べてみたら、ブリッジ自体はね、コマ自体はね、ビビってないんですよ。振動してないんですよ。何かなと思ったら、結局ね、このプレート、この土台のプレート、プレートがね、共振してたっていうのかな、弦弾いた時の。で、その、ちょっとした共振がね、ボディ伝わって全体的にビビったように聞こえたと。それが原因だったんだけどね。うん。だからまあ、ちょっと重めの材料、ボディがね、重めの材料とかでできてるテレキャスならね、まあ全然問題ないのかもしれないけど、僕のはちょっと軽すぎるというかね、軽いから、まあそれで共振しやすいのかなと思ってね。で、まあ対策としてはね、そのちょっと隙間があるところに、